皆さんこんにちは、竹田塾の菅野です。です。今回は高1高2のモチベアップ動画、高1高2に向けて、はい、今回企画したんですけども、我々今高2の夏からやった方がいいよ、秋には最低限やってね、なんなら高1からやった方がいいよっていう話はまあ何個もしてきたんですけど、うん、理論上はそうと、早ければ早い方がいい、それは当たり前ですよね。そうそう、これ分かんない人はちょっとどうなのかなと思うんですけども、分かってても行動できない、それが人間であると、うん、というふうに私は強く思ってまして、うん、まあ高1高2からね勉強をちょこちょこってスタートしてくれてる子は多いと思うんですけど、うん、ちょこちょこってやってはいるものの、うん、本格的にゴリゴリまでは行ってないとか、やるときとやんないときがすごいまちまちですみたいな人とか、うんうん、やらなきゃいけないって動画は見たけどやってませんとかね、うん、いう人の方が実際全高校生的に見たら多いんじゃないかなと、うん、私は思うわけです。確かにね、過去にもね多分竹田塾チャンネルを見てね頑張ろうって思ってたはずなのに、なんかだらけちゃってたなとかって思って見てくれてる子もねいるかもしれないですね、うん、今まあ秋冬に迫ってくる時期でいうと、特に高1生ですかね、うん、高2生はねもうちょっと危機感を持ってほしいかな、うん、今やってないとしたら、そもそもとしてもう1年切ってるぐらいの感覚でやってほしいなとは思うんですけども、うんうん、高1生の人は確かに2年はあると、まあこれをどう捉えるかなんですけど、うん、まあそれをねちょっと今回5つの切り口ですね、うん、こういうことをまあ行動したり考えればもっと本格的に高1、うん、高2から勉強できるんじゃないかなというふうなことを話していこうと思います、うん、お願いします。まず1つ目、意外とやばいよということを自覚しよう。意外とやばい、どういうことですか？私が過去たくさんのもう何千人も受験生見てきました。みんなね自分が目指してる大学と自分の距離感のやばさに意外と気づいてないです。確かにね、なんとなくこの欄干台みたいな結構ありますね、はい、高1高2から勉強始めてるくらいなんで、おそらくですよ今見てる高1高2生の皆さんの志望校は早稲田、慶応、九定、このあたりだと思うんですよ。やばいっすよその大学たち、難易度やばいっすよってことを改めて考えた方がいいかなと思います、はい、ただやばいやばい言っててもね、うん、薄っぺらいんですけど、うん、じゃあそのやばさを数字で考えましょうって話なんですが、まあ、数字もその他もろもろ含めてですね、うん、この動画でもね偏差値は何ぞやみたいな話をしたと思うんですけど、うん、まあ多分今挙げたような大学は偏差値65とか迫るっていうか超えちゃう大学もありますよね。少なくとも偏差値60以上ではありますよね、うん、っていうものが全受験生の中の何パーセントなのかということをまあ考えてほしいというわけですね。その全受験生っていう中には開成やら灘やら桜蔭やらっていう超進学校の人たちも含まれますし、うん、偏差値70前後の公立進学校も含まれます。各都道府県のトップ校も含まれます、うん、かつ偏差値60ぐらいの高校も含まれるし、偏差値50の高校も含まれるしっていうものですよね、うん、まあ、進研模試とかがもう本当に全高校生みたいな感じで、河合模試とか受けてればどちらかというと全受験生みたいなイメージになってくるじゃないですか。その中で果たして例えば偏差値60以上だったら全受験生の上位の 15% 以上、だいたい50万人ぐらい受験生がいるじゃないですか。その50万人の中の上位の自分が目指したい偏差値帯のパーセンテージ、まあ本当に最難関だったらトップ 5% とか、結構な有名大ってところに行くとまあやっぱ 15% とかには入らなきゃいけないって本当に分かってますか？今から勉強して余裕でその中に入れますかということは改めて考えてほしいということですね。まあこれねちょっとマラソンとかにね例えたらイメージ湧きやすいかなと思うんだけど、例えばずらーっと1000人並んだとするじゃないですか、うんうん、そしたら1000人の中の何位に入ればいいのかって話なんですよ、はいはいはい、1000人ってめっちゃいる。その中で158番以内に入らないといけない。偏差値60以上の難関大学に合格するというのは、うん、1000人でマラソンした時の上位158人に入れば、うんうん、言ってしまえば着順に好きな大学を選べるみたいな、うん、そう言ってしまえばそういうことですよね。結構じゃない、だって1000人いてねってなったら大変だなと。1000人の中の500人番目ぐらいでマーチぐらい受かると思ってません？全然違うからね感覚、うん、ってことはまあ知ってほしいんじゃないと思います、ね、やっぱ今めちゃくちゃ頑張ろうって思ってこの動画を見てくれてる君はね、より難関大学を目指していると思うわけですね、はい、そうするとね大体ね偏差値が65を超えてきたりするわけ。そうするともっとやばい真実を知らなければいけなくて、まず偏差値65以上っていうのは上位のね 6.68% ってことは66番目までに1000人中入らないと。そう、1000人中いたら66人、大変ですね。で、まあ偏差値以外にも知っててほしいもっとリアルな数字があります。皆さんの志望している大学学部の定員見てください。例えばですね、私立の最高峰、川野先生の母校でもある慶応義塾大学、まあ、私立文系だと法学部とかが人気ですかね。何人入れるでしょうか？正解は460人です。50万人いるうちの460人の定員の大学が慶応義塾大学法学部第一志望合格ということですからね。大丈夫ですか？しかも慶応法とかだとおそらくですが一橋大学とか、場合によっては東京大学とか、そのあたりの大学に惜しくも受からず受けた人たちも来たりするわけですよね。しかも名だたる進学校の人たちもそこを受けに来るわけですよね、うん、その中の460人に入れますか皆さんってこともまあ考えてほしいわけです。これあのね他の大学学部でもそうですけど、例えば川野先生の慶応経済学部、はい、全体で言ったらまあ630人なんで法学部より多い形になるんですが、うん、私立文系で目指してる人は基本的には B 方式ですよね、うん、英語、社会、小論文、数学受験じゃないと210人です。
210に入れますかみたいなことも考えてほしいわけです。厳密に言うとね、まあ、それぞれ難関大の中でも人によって受ける大学受けない大学あったりとか、はい、あとはまあ定員よりもね大学多めに合格者を出すとか、まあ、そんな話はさておきってことですよね。はい、実際にはまあ合格者数っていうのは定員より多く出して実際の入学数とね調整する場合っていうのが、まあ、特に私立大学の場合多いかなと思うんですが、ただそれぐらいのレベル帯には入ってかないといけないっていうのはまあ事実ではありますよね。うん、それに今から本気出さずしても余裕で入れる人は、まあ、もうちょっと引っ張ってから受験勉強を開始してもいいかもしれないんですけど、どうですか、入れそうですか、あなたの隣の町の進学校の人もその大学学部受けるかもしれないですよ、勝てますかってことは考えてほしいということですね。で、キックが持つ方法まだまだあります。うん、まだあるんだ。過去問見てください。受験勉強開始と同時に見てほしいレベルですね。うん、今偏差値が全然50ぐらいです。9点台目指してます。今問題すらすら解けるわけはないんですけども、はい、解けなくてもいいから見てほしい。過去問の話受験生向けにもよくしてますけれども、やっぱり自分が1年後とか2年後とかの試験本番にどんなタイプのどんな難易度の問題をどれぐらいの時間内に解かなきゃいけないのかっていうのは早めにしといた方がいいかなとは思いますね。うん、このあたりどうでしょうか。そんなことを言うとね、いやまだね勉強始めたばっかりで到底解けないから、まあ、見たって無駄だよって文句もねいるかもしれないんだけど、これでも見てほしいということなんですよね。はい、どう解けないかの分かってほしいのかっていうのと、どれぐらい解けないかも見ちゃってほしいということですね。そう、高い志望校を掲げること自体はとてもいいことだと思うんで、別に今掲げた志望校は持ってってもいいと思うんですけど、敵の強さを見誤った状態で残り1年2年過ごさないように気をつけてねっていうことですね。先ほどは理論上何以内に入んなきゃいけないのかっていう、どちらかというと相対的な見方でしたけど、その問題を解かなきゃいけないっていうのは自分にとっての絶対的な問題ですよね。その問題で合格点を取れるかどうかなので、まあ、進撃の巨人で例えるならば10メートル級の巨人ぐらいの気持ちで北海道大学を目指してるとするじゃないですか。実際の北海道大学は獣の巨人ぐらいの強さだったりするわけです。しのよ知らない間にこれだったら10メートル級の巨人を倒せるよねっていう気持ちで立ち向かってたら、実際に本番とか直前期に立ち上がらなかったのが獣の巨人だったとしたら、もうボコボコにされて間に合わないですよ。うん、もう石つぶてでボコボコにされますから。言ったらいいんですか、知ってるみんな全員が当たり前のように進撃の巨人知ってるって思わないでくださいね。はい、それはねそう思いました。進撃を知らない皆さんごめんなさい。まあ、そんなねアニメに例えても分かんないで、別の例えをするとね、はい、大食い選手権挑戦するぞって思って、大食い選手権テレビチャンピオンみたいなね昔ありましたけどって思ってね、大食いの店に行ってみたら、はいはい、こんなね山盛りのご飯来ちゃうのかな、うん、絶対食べきるぞって思ってたら、はい、卵と出てきちゃったみたいな失敗これ失敗してるこれで、もっとじゃあ分かりやすく言うなら二郎系ラーメン、二郎系ラーメン僕逆に分かんないですけど例えてみてもらっていいですか。二郎って量多いんでしょって言って、はいはい、それはよく聞いたことあります。ね、どんな大盛りのラーメン屋さんだろうと思ったのに、はいはい、キャベツともやしドーンとこんな山盛りになっちゃったら、うんうん、こんなラーメン出てきちゃって思ってたのと違うよみたいな、こんなにでかいのみたいな、それでやっぱ食べれませんってなっちゃう。まあ、そんな例えはどうでもいいです要はね、自分がまあ難しいんでしょと思ってたら、はい、それよりももっとレベルが高くて、そのためにはもっと自分頑張んなきゃいけなかったんだっていうのに、はい、早く気づいてほしいということですね。そうなんです、もっと頑張んなきゃいけなかったの一つがもっと早く始めなきゃいけなかったなんですよ。で、そのもっと早く始めなきゃいけなかったが今日ですということで早く始めてください。はい、2つ目、早い時期から勉強している自分の優越感に浸ろうですね。やっぱり高1高2から勉強している人って実際すごいと思うんですよ。うん、私が高1高2の時なんか部活と文化祭しかやってなかったですからね。うん、それと比較するとやっぱり皆さんすごいと思うんですよ。おそらく学校の周りでも高1高2からもうゴリゴリ早い時期からやってる子って少数派だと思うんですよね。うん、その少数派に入って意識高く勉強してる、俺かっけー、私イケてるみたいな感じをやるとモチベにつながるんじゃないかなとは思いますね。そんなことはあるでしょうか。うん、ないですか。ない人もいると思いますねそうだからやんなきゃやんなきゃみたいな義務感だけで、うん、まあ、さっき危機感でねやりましたけど、危機感だけだとちょっとねきつくなってきちゃうのと思うので、頑張ったらかっこいいなみたいな自己肯定感も少し持ってほしいなというふうには思いますね。なるほどね。それで3つ目は中期目標を必ず設定しようですね。うん、英検だったりとか進研模試でもいいんですけれども、うん、特に高1生だと2年先の試験本番っていうのは長すぎます。うん、この動画でも中期目標を必ず設定してねっていう動画を詳しくやりましたので、そちらを詳しくは見てください。うん、やっぱり2年間走り切るのねきつい。 42.195 より長い。もうちょっとそれを短縮して、うん、そこまでは走り切るっていうのを複数回やっていく、うん、みたいなイメージでやってほしいんですよね。高1高2の皆さんだったら例えば1月の進研模試であったりとか、次の1月の英検とかでもいいと思いますし、自分がそこまでだったら走り切れるな、一旦はやり切れるなっていうところを必ず設定してください。はい、それで4つ目はやらなきゃいけない科目ではなく好きな科目に早くしようということですね。高1高2からおすすめの科目といえば英語と数学、まあ、ですよねっていうところになってくるんですけども、やっぱりね嫌いな科目を意識高く、うん、早い時期からコツコツなんてできる人がどんだけいるのかと私は思うわけですよ。ね、なのでやらなきゃいけないでいうと英数になると思うんですが、はい、やらなきゃいけない英数よりかは英数の勉強ってこうやったら伸びるよね、楽しいよねってことに早く気づいてほしいなと思いますね。うん、どうやったらできますか。英語も数学も苦手なんです。うん、でも難関大目指してるんです。やら
なきゃいけないんですけど楽しくないんです。そんな人はどうしたらいいでしょうか。その人はね、最初はやっぱね我慢がどうしても必要。ただその我慢を超えた先に必ずね楽しいと感じられるフェーズが来ると思う。それは例えば英語だったらね、長文を自分がスラスラ読んで、その話を楽しめてる時とかね、話の意味の方に意識がいって、その内容をね楽しめてる時とか、数学だったら初見の問題をね自分であれこれ考えて解けるようになっていく時とかね、絶対これはね楽しいなって思えるはずなんですね。そうですよね、うん、なので成績が上がってきたりとかできるって感じになってくれば、まあ、どの教科もおそらく楽しめるようになってくれるとは思うので、うん、さっさとそこまで持っていっちゃう、うん、できるだけ早い時期にそこまで持っていくっていうのをなんとかやりたいと。まあどうでしょうね、英数頑張れば 3,4 ヶ月あればいける人はいるかなっていうところあるので、その最初の、まあ、川野先生もさっき言った、まあ、ちょっと我慢が必要な時期っていうのはなんとか耐えてね、そこは義務感だとしてもそこから先はもうスパークするんで、その早くスパークに向かうっていうのが一つかなと思いますね。あとは成績を実感しやすいやり方をあらかじめ考えておくのは大事かなと思ってて、例えばこの真剣模試の動画とかでも高田先生と喋りましたけども、数学の 1A2B 全部とかをいきなり得意するのはそれは時間がかかりますということなので、例えばですけども2次関数だけひたすらやるみたいなことをやって、2次関数だけはできる感覚めちゃめちゃつきましただったらもっと短い時間で到達できるんですよ。なんでそういう分野単位で解ける感覚を早く身につけるっていうことは、まあ、そこまで長い時間我慢できないよって人にはよりおすすめかなと思いますね。まあ、ぶっちゃけ定期テストの範囲1個分とかでも全然変わってくるかなとは思います、うん、あとは何ですかね、英単語帳1200個覚えたぜっていうだけでも結構達成感とかあるような気がしますね、うん、やっぱね最初の英語のもうスタートでも何と言っても英単語覚えるから始まって、はい、でここをねいかに早いタイミングでクリアできるかで、うんうん、やっぱね全然その後は変わってきて、1200個も暗記できちゃった俺みたいなのにもなりますし、そうそうそう、実際、うん、まあ模試とか学校のまあ英語長文の問題とかも、うん、多分今までよりは圧倒的になんか見え方が違ってくると思うんですよね。英単語覚えてないと結構ね急に教科書とか見ても暗号のように思えて、まあ、ちょっとめんどくさい嫌いって思っちゃうのは当然だと思うんですけど、うん、単語帳ねちゃんと覚えてくると、あこれ知ってる、あこの単語もやったやつだ、ちゃんと覚えたのってこうやって出てくるんだ、なんとなく意味わかるぞってなってくるんですね、うんうん、そうですね、まあ、英文法とかも応用だったらもうすぐ仕上げられるじゃないですか、うん、本気出せば高2生とかでも1週間でできると思うんですよ、うん、その1週間で、まあ、言うても全文法範囲ですよね。高校で使う知識量はもっと足していく必要はあるんですけど、外観としては全部できますというところを達成しちゃった俺みたいな、意外とやればできるぞという感覚に早めになると思うので、一気に英語長文までは時間かかると思うので、そういった部分単位でもその科目自体を楽しめるようになるフェーズまで早くいくということは意識してもいいんじゃないかなと思いますね。それで最後5つ目はモチベではなく習慣で勉強しろ。モチベを上げる方法っつって最後モチベに頼るなっていうところで終わっちゃうんですけど、うん、今までのね高1向け高2向け動画、まあ、いっぱい出しました、うん、この動画を見た後もそうだと思うんですけど、おやりたいやらなきゃというモチベーションはですねどんどん減ってくるんですよ、見てモチベ上がった瞬間から。なのでモチベーションっていうのは上げることよりも上げた状態をキープする方がよっぽど難しいんですよね、うん、簡単にキープできてるんだとしたらね多分この動画を見る必要はあまりないと思う、うん、いやいやそんなこと言われなくてもゴリゴリ勉強してますよこいつだけどみたいな人だったらまあ見る必要ないわけじゃないですか、うん、ただそれが難しいと。そこで習慣が重要になってくるわけですね、うん、やっぱねモチベーションってそもそも続かないものなんですよ。そもそも原理的にこう続くものじゃなくて必ず上下でね変動するものだから、はい、それに頼ってるとあモチベーションが続きません、どうしたらいいですかってなっちゃうわけですね。それはもう当たり前のことなんですと。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、モチベーションが高かろうが低かろうが行動は同じっていう状態にできればいい。その行動を同じようにするためには習慣化が大事ということですね。そうですね、3週間同じことを毎日繰り返すると習慣化して、モチベが高いからとかじゃなくて、うん、はって磨くもんでしょみたいなノリで勉強ができるようになってくると、うん、もう勝ちなんですよね。勉強を開始した最初の1ヶ月が、まあ、勝負とも言えるということです。おすすめの習慣化としては、例えばライトにできるものとしては、行き帰りの電車の時間は必ず英単語をやるとか、学校から終わって塾通ってる人とかだったら必ず1日2時間は最低限毎日自習室に行くということを習慣化するとか、自分が今この習慣だったら頑張れば毎日できそうだなってものを1ヶ月間全力で継続してください。そうするとそっから先はモチベが高いからやるじゃなくて、もうそれが日常だからやるに変わりますっていうところをいかに早く作れるか、作れちゃえばもう受験勝ちですっていうことをぜひですね、高1高2もう今の早い時期からやればより勝ちがね強く見えてくるかなと思いますね。でまあねちょっと余談みたいになっちゃうんですけど、はい、その習慣化をしているのがまあ我々武田塾ということでね、はい、もしどうしてもこう自分で継続するのは難しい、モチベーション左右されちゃうぞってなったらね、ぜひね受験相談に来てみてください。今宣伝を思いついちゃいました、忘れてたんですけど、うん、そういえば今冬だけ武田申し込みできますね、うん、武田塾これちょうど1ヶ月なんですよ入会金って言えば正規入塾でかかるものがかからずにまず1ヶ月できますってことなので、今の話でいくと1ヶ月間武田塾のコーチングとかを受けながらなんとか勉強のスタートで習慣化させてください。でその1ヶ月間頑張れて習慣化できれば、本当に正しい勉強できるんだったらそこから先自分でやってもいいと思いますし、うん、別にそのまま武田塾でやってもいいんですけど、やっぱり1
1ヶ月間全力で頑張って成果を出す、楽しめるようになる、習慣化する、このあたりができれば強いなと思うので、自分一人でやるの無理やんみたいな人は竹野塾を頼ってもらってもいいのかなと思いますね。まあそんなこんなで、毎回高1高2の動画見てて思うんですけど、みんなすごいなと、モチベが。さらにそのモチベをですね、上げたりとか、リアルに合格につなげる方法は今日話したこの5つあたりかなと思いますので、ぜひですね、皆さんには余裕合格、順当合格で難関大に入ってほしいなと思いますので、ぜひ実践してみてほしいなと思います。今回は以上です。田野先生、はいはいはい、今年も冬だけだけの季節がやってきましたよ。ついに今年もやってきましたか。そうなんです、あの冬だけだけだが、今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです。おお、高1高2中学生のみんな、この冬本気で1ヶ月頑張ろう。詳しくは概要欄から。